は AI と同時に対する超ビッグデータの質問にお越しくださいました。ありがとうございます。このテーマとっても難しいというふうに皆さん思われてると思うんですけど、2003年にゲノム遺伝子を全部解読できた。でその情報を例えば生命保険なんかだと、出した病気になりにくいですよっていうと、生命保険代が安くなったり、でそういうとやっぱり安くなるならば、受けようかななんていう方もいらっしゃると思うんですね。でこういう情報がどんどん分析されてビッグデータで使われていくというような、簡単に言えばそんな内容ですよね。で今遺伝子が改変させて、チクソンマシンだっていう問題も日本産婦人学会で今後どうしようかなってことを議論されてるんですね。で今は中毒な遺伝子は一応言えないってことになってるんですけど、成人した後に何か病気になるような遺伝子を改変して入れてもいいんじゃないかというような動きがありまして、これって私たちだって年を取ったらみんな障害になっちゃうのに、そうなってしまうと弱い人間はいらないよというような考え方になりかねないんです。でこれは私たち知らない間にどんどんこう進められているというこの状況の中で、お手元にもお渡ししたんですけど、見ていただくとちょっととても難しい要望書なんですが、これ私たちに国民も含めて考えさせてくださいっていう要望書も含めて、国民も含めて考えさせてくださいというそういう期間を作ってくださいという要望書をそこにも入れさせていただいたんです。よくお読みになっていただいて、できましたらこれ厚労省とか文科省、それから日本産科婦人学会、それから日本、日本学術学会、総合科学イノベーション会議に出そうと思ってますね。またそれ要望書出てきましたのでお読みになっていただければなと思います。であともう一つ付けさせていただいたのは、文化共同反対連絡会の方で署名を集めてまして、これって一昨年かな、日本学術会議は軍事研究はしないという検証を出したのかかわらず、なんかまたこちょこちょ軍事研究をやろうという大学が出てきまして、今筑波大学がそれを挙げてるんですね。でこれをなんとか阻止させなきゃいけないという署名運動をしてまして、これゲノム問題検討会議の方たちと横につながってまして、できましたらこの署名をお願いします。で本日の私たちゲノム問題検討会議で検討してますのは、3月21日にチラシつけてありますけど、新型出生マシン弾と対立治療、これも新型出生マシンで受けて陽性だという方は、なんか8割9割ぐらいの人が陽性検査を受けないで打開しちゃうというような中絶しちゃうような状況なんですね。でこれを皆さんどう見たらいいのかということを考えましょうということで、あと待機情報っていうのはないっていうのをご存知かない。結局今は母体保護法で経済的に言うと母親の健康に害することだったら下ろせるけど、お腹の中にいるお子さんが例えばエコーで見てちょっと異常があるなと思っても下ろせないというか下ろしちゃいけないっていうような感じなんですね。待機情報って知らない方多分いらっしゃると思うんですけど、あった方がいいのかないのかいいのかという、これもちょっと問題なところって考えなきゃいけないところもありまして、それも含めて新型出生マシン弾と対立治療はということを考えましょうという、で、そこのチラシもつけてまして、その後は4月12日合成生物の応用と実用教というのもチラシつけてまして、でその後5月4日にですね、皆さんご存知かどうかわかんないんですけど、日本総合科学イノベーション会議ってあるんですけど、その下でもう生命倫理専門調査会があったり、いろいろこの今の、経済戦略が進められている中で、元総合科学イノベーション会議の元議長だった原山さんという方が内部のことを話してくださって、もう議長で亡くなったのでお話してくださるということで、5月の4日とかも用意してますので、企画してますので、その案内を皆さんに差し上げたいなと思いまして、
できましたら、そのアンケートのところに住所とお名前を書いていただければ、今後これからのご案内をさせていただきたいと思いますので、丁寧に分かりやすいように O とか0とか分かりやすいように書いていただきたいなと思いますので、そちらもよろしくお願い、今後もいろいろと企画はしてるんです。6月にあたりはもうゲノム編集の最新技術を話してくださる先生ともお願いしているような、お願いしてますので、情報を皆さんにお流しをしたいときに、すみません、メールアドレスを書いていただけたらなと思います。あともう一つ、公害の問題のアンケートを取りたいということで、後ろの方に置いてありますので、関心のある方アンケートに書いていただければと思います。すみません、長くなりまして、今日は天野先生にAI とゲノムでビッグデータ、とても難しい内容だと思います。結構でも関心のある方多いみたいなので、ちょびちょびと記者の方たちから連絡かかってきてますので、もしよろしければじっくり聞いてきてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。じゃあ引き続き井上さんに司会をしていただきます。じゃあ井上さんによろしくお願いいたします。大変の大阪使った井上と申します。本来は島園先生にお願いしたはずだったんですが、島園先生ご都合がつかなくなって、急遽ピンチヒッターということでやりますが、この分野は非常に難しくて、私も大変不勉強なので、うまく司会進行ができるかどうか自信がありませんが、ご協力のほどよろしくお願いします。まず最初にですね、天野先生からお話しいただくわけですが、天野先生は旧大の助教授を経て、東大の助教授、それから名誉教授というところを経過しておられて、その後、湯川学研究所で、脳科学センターというところでお仕事をしておられます。昨年の年に文化勲章を受賞しておられます。文化勲章を受賞されたテーマです。それは情報科学と数理脳科学に対する講義ということで、またなかなかこのテーマを聞いただけでは何のことかわからない難しいわけですけれども、やはり今日のようなお話をしていただくのは最適の方だというふうに思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。天野と申しますけれども、まずは自己紹介から始めた方がいいかなと。あいつ何者なの、ご評価でありまして、見るからに余裕のじじいとこういう感じであるんですけれども、私は数理工学または数理科学をずっと専攻してきました。で、数理科学って何だっていうと、数理というものの見方で世の中のいろんな現象を調べ解明し、なるほどこれはこういうわけなんだということで納得がいけばいいわけですよね。で、応用数学っていうと、いかにも出来上がった数学を応用するだけ、なんかちょっとこう下品というかですね、面白くないじゃん。むしろ数理というものの見方で新しい理論を作るんだと、それが数理工学、数理科学なんですね。で、今日お話しするのは人工知能と社会というわけですが、私もその数理というものの目で、例えば情報の仕組みを調べようとか、グラフの構造を調べようとか、それから脳はなぜこんなにうまく働くの、その仕組みを調べようというようなことをずっと長年やってきました。で、初めの頃に、脳にも興味を持った頃に、じゃあ機械はどうすれば学習するんだろうというわけですよね、いうような理論を作ったのが、私の論文が1967年ですから、50年以上昔の話であります。で、その時に確率効果学習法というのを提唱したんですが、
今の人工知能で使われているメインの方法はそれです。で私は人工知能そのものの現実に詳しいわけではないんだけれども、今でも人工知能で一体何ができて何ができないかということには興味を持ってまして、そうですね。で私経歴は旧大に勤めて4年間九州大学でのびのびと遊びと研究を満喫してまいりまして、で東大で30年近く教えていて、でまあもう定年、お前はもういらんわというわけで、その時にくれるのは名誉教授と、これだけでここに迎えてありますね。でしたら理化学研究所から脳の研究でやっぱり新しい理論の目で脳を見ると、そういう見方が必要なんではないか、でお前は数理の目でいろんなものを見るというんだから来て研究をやらないかと言われまして、そちらへ移りました。で二十何年で理化学研究所もお前もうヨボヨボでいらないわいと、その時くれるのがなんか栄養研究員ってやつで、もうこれであった、早く言えばという話なんではありますが、で私やっぱり研究は面白いんで、今や趣味として私2つのことをやってます。で1つは囲碁ですですね。でもう1つは研究 でこれはもう自分の趣味としてやってるんで、論文を書かなきゃいけないなんていうのは全くないし、自由気ままにやればいいんですね。面白いものは面白い。で確かにここにいる皆さんは科学者は面白いものは面白いでやっていいのかという疑問は当然お持ちで、私もそれは持ってるんですが、面白いものは面白いです。人工知能の何が問題なのか、どうすればもっと良くなるのか、これ非常に面白い話であります。さてそれはそれとして、もう人工知能の衝撃といっても今は珍しくなくて、4、5年前ですよね、新聞に人工知能ということは毎日毎日踊るようになって、これはひょっとしたらすごいんではないか、でもし機械が人間の知的能力を超えると、こんなことが起こってしまったら一体どうなるんだろう、こういうわけですね。でひょっとすれば産業構造がすっかり変わってしまって人類の文明や文化、このものがすっかり変わってしまうかもしれない。で、我々はじゃあ何をすればいいのか、こういうことになるわけです。で、そうですね。で、じゃあ人工知能、この技術は多分産業革命は動力技術、蒸気機関の発明から始まって、機械技術なんで、材料技術なんで、電力が出てきて、で、その都度、ある意味で社会の構造を変えてきました。で、今、やっぱり問題になっているのは2つあって、生命技術と情報技術なんです。で、生命技術は遺伝子編集で、人間そのものをひょっとしたら変えてしまうかもしれない。果たしてそれがいいんだろうかというのは、まあ、ここでの討議の課題で、後で天笠さんがその辺のことに詳しくですね、問題点を追求されると思います。からもう一つ情報技術、これいいんですけれども、知能、これは人間の心に関係することですよね。だから情報がただテレビを見たり電話ができたりという、要するに情報の伝達にとどまらないで人間の心の領域まで割り込んできた、これはある意味で人間を変えてしまうかもしれない。でこの2つはある意味で非常に恐ろしい技術である可能性があります。我々は非常に注意深くこれを見ていかなければいけないというわけです。でまあ、もう我々がこうやって社会を作り、文明社会を築いた、でそれは我々が思考し、意識を持つ、で言語を使い、でそれが社会として
成立しているわけで、それは実は脳が全部生み出したんです。だからまず脳とは何なんだろう、その知能を宿す脳っていうのはどういうふうにしてできたのか、これを駆け足で見ていきたいと。でそうするとですね、世の中にはビッグバンが起こったの。脳とどう関係するの、まあ、そういうこと言わない。脳の始まりはビッグバンだった。でものすごい超巨大なエネルギーが突如出現して、でエネルギーイコール物質ですから、それが拡散して、で宇宙を作っているというんですね。でその時から時間と空間が始まる。じゃあビッグバンの前は何があったの。それは時間がなかったから、そういう質問をしてはいけないということになって、前はなかったんだ、そこから時が始まったんだ、ね、であんまりこういう話をしちゃいけませんよ。だけど、まあ、そういうことになっていて、で宇宙ができた。でその巨大な物質が宇宙に拡散して運動をして、でそれは物理学の法則に従って運動しているわけですね。で万有引力があってありますし、から分子や原子間の、ね、間働く力というものがあります。これ全部物理学です。で世の中の死んだ万象は全部物理学に尽きるんだと物理学者は豪語しましたね。物理学研究にもっと金を残せとこう言ってるんですが、それが本当にいいかと、それはまあここでの問題ではありません。さて、だいたい50億年ぐらい前に宇宙がざっと140億年とすれば、だいぶ経った50億年前に地球という星が生まれた。でこれ火の玉であったり全部こうだったり、いろんな紆余曲折があるらしいんですが、だいたい40年近く前になって生命という物質が現れた。でこれは何か、これはもちろん物質です。だけれども自分の構造を情報として持っていて、でその情報を使って自分を再生産、自己再生産能力がある、そういう物質なんですね。なぜそんなものができちゃったのか、それはまあたまたまの偶然かもしれませんが、いっぺんできちゃうとですね、自己複製、自己再生産するんだから、どんどんこの世の中にはびこるわけですよ。で、はびこるだけならいいんだけれども、実は進化するんですね。つまり、そういう物質がいろいろ由来の中にありますから、時々由来で構造が変わってしまう。ないしは自分の持っている情報を変えてしまうですね。その時にその情報が変わって作ったものが前のよりも環境に対して強靭で生きやすければ、そっちはどん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 自己複製していって、古い方はどん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 劣勢になって滅びていくと、まあ、こういうことがあります。でそうするとそれは進化なんですよね。でこれは物理の法則なのか、そうではないですね。まさに情報の法則ともいえる、情報と物質の織りなす一つの仕組みになってますから、世の中は物理だけが全部支配してそれでいいんだというわけではなくて、違う構造がここに現れているというふうに見ることができます。で情報はどこに入っているかというと、我々の DNA の中にあってまして、この遺伝子改変、DNA 改変というのは、つまり自然に揺らぎで変わるんじゃなくて、人間がこれここに介入して、性急に変えてしまったら何が起こるのかという問題でもあります。それで、単細胞生物から出発した生命は、それからやっぱり細胞がいくつか集まって協力した方が環境に対して強いと、生存上都合がいいという話があって、どんどん集まりました。で集まっていくと今度は機能分化をして、ある細胞はある特定の仕事をして、
アリサーベは別の仕事をするというふうに、そういう構造を持った方がいいと。で、動物ができちゃったんですね。で、この恐竜みたいなものが、まあ大体1億年ぐらい前からこの世の中にはびこり出した。ですが、6500万年前に、なんか隕石が、巨大隕石が地球に落ちてきたらしくて、それが粉塵を巻き上げて地球を冷却してしまう。で、それで恐竜は全部滅びたということになってます。で、その時にしぶとく生き残ったのが哺乳類という、当時はまだモグラだかネズミだかそんな程度のものだったのが、だん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 威張り出しまして、ついに猿になった。で、それがさらに700万年ぐらい前にチンパンジーと人類、これが共通先祖から分かれて、で、我々人類の登場に、こういうのになるわけですね。で、この700万年前といっても、人類の歴史も非常にいろいろあって、単性型に一直線に進化してきたわけではない。こっちに枝分かれし、こっちに枝分かれし、それがまたどうくっついてて、非常にそこは複雑なストーリーがあるらしいんですが、簡単に言えば、例えば50万年前にネアンデルタールという人類、これがアフリカから出てヨーロッパ、中東、アジア方面までずっと進出してきた。で、我々の現世人類は現人、ホモサピエンスって我々のことですね。けれども、だいたい20万年前にアフリカでだいたいこういうものが出来上がってきて、で、それが5、6万年前にアフリカを出て、中東、アジア、オーストラリア、そしてアメリカ、これ全部にあっという間に、あっという間だったら1万年、2万年なんて、うんちょっとなわけですよ。あっという間に広がる。こういうことになってます。で、途中で当然ネアンデルタール人とも遭遇して、で、それで遺伝子交配が起こっているということも、まあ、よく知られていることです。で、何を言いたかったかというと、物質の法則、これは宇宙に普遍的にこう存在していて、で、世の中の運行のみんなこの法則の支配下にある、これは間違いがない。だけれども、法則というのはそれだけではなくて、情報と物質が相成す進化の法則、それは結局生命の法則と言ってもいいと。で、これは物理学にない法則です。で、さらに我々人類の社会の文明の法則、文明もずっと起こっては滅び、起こっては滅びしてきたわけですよね。で、それはやっぱり人間が心を持ち、意識を持ち、そういう構造を作ってくるので、それがどういう発展をするかというのは物理学に還元できないし、この遺伝生命科学にも還元できない、むしろ文化として我々が考えていかなきゃいけない非常に大きな問題なんだろうと思うんです。で、脳の詳しい話は一切しませんが、まあ、脳ってのはこんな面で色がついてるわけじゃありませんが、いろんな領域に分かれていて、この中にはニューロン、神経細胞というのはだいたい1000億個あるとこう言われています。で、1個のニューロンは1000から1万の他のニューロンと結合して、ものすごい巨大な回路になります。で、ちなみにですね、じゃあそのニューロンとニューロンをつなぐ繊維、これを全部取り出してきて、仮に一列に並べてみれば、一人の人で地球を何十回と取るぐらいの長さになるんだ。で、数の威力ってのは恐ろしいですね。さてですね、人工知能の話になりますが、1950年代になってコンピューターが実用になって普通に使えるようにやっとなりかかってきた、こういうわけです。で、
その時にですね、コンピューターってのは何かやっていうと、そろばんと違って単に計算をするわけじゃないと、むしろ論理を自由に使える、そういう仕掛けなんだ。でこれはアラン・チューリングというか人が考えたチューリングマシンそのものだったわけです。で今でも我々の持っているコンピューターみんなチューリングマシンです。でそうなってくると、今度は情報とか数学とかそういうことをやってる学生たちが、そのコンピューターがそんな論理を扱えるようになったらば、人間の知的な動作っていうのはコンピューター上でプログラムすることで実現できるはずだって世の中に色めき立ちました。で例えばチェスを指すコンピューター、人間の強みができるんじゃないかとか、数学の定理を証明するコンピューター、こんなものができるんじゃないか、小説を書くコンピューターができるんじゃないか、まあ今もそう言ってますから問題ないと思うんですね。で当時その時代にそのことを考えて、1956年にアメリカでそういういろんな分野の人たちが集まって、で人工知能の旗揚げということをやったんです。で1956年と言いますと、私はですね東大を卒業したのは1958年です。でコンピューターというのがあるんだ、でそれはプログラムで動くんだ、だからコンピューターの授業が初めてできたんですね。で教えてくれたんですが、残念なことに日本にプログラムで動くコンピューターはまだ1台もないですね。来年気象庁が IBM の機械を買うらしくて、それが1号機になるかもしれない。で当時は東芝とか富士フイルムとかも真空管でコンピューターを作ろうとしたんですね。だそういう動きの中でできたんですが、向こうはもっと使えるようになってたんですよ。でそれと同じ頃ですね、待て待て、コンピューターにそうやってプログラムをするのも一つのいい方法だけれども、人間の場合には脳でそういう 知的な機能を発現する。でそれは何で獲得するかというと、学習で教育と学習で人間が成長する過程で獲得するわけですよね。だから人工の脳のモデル、つまり人工の神経回路を作って、それにどん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 学習させれば知的機能もそこに出現するんではないか。でこれポジトロンという考えで、こっちもそれはすごいということで、両方とも一大ブームを期待したんですが、うまくいかなかったですね。で当時のコンピューターではそれを実現するだけの力はなかったんですね。ただそういう歴史というか考え、構想は当然残りました。でそれから、2,30 年遅れてもう一度ブームが訪れます。で人工知能ももうちょっと 地についた何か推論システムで、エキスパートの知識をコンピューター上に入れて診断させる、こんなことをやったどうかというのが出て、これもブームになりましたし、この神経回路網でやろうという方もコンピューターがこんなに良くなったんだから、そろそろ何か学習でできるんではないか、で一大ブームになって世の中またまた騒然としたんですが、やっぱりそれも数年でそうはうまくいかないよということになったんですね。で今第三次ブームと言われています。でこれは2000年代に入ってコンピューターがさらに良くなったということもありまして、2010年ぐらいから実はパターン認識とか画像認識の業界ではいろんな画像をですね、データベース1000万枚入れて、で自然画像、人が写っていたりガチョウがいたりアヒルがいたり馬がいたり水爪がいたり、
で、そういう画像からそこにいるのは何だというのをコンピューターを使って当てるというような、でそれ どういうプログラムを使ったら間違いない人間並みの認識ができるかというコンクールが行われていたんですね。で、人間はすごいんで一人でパッと見ちゃう、あ、これは人で女の人ですよとかね、これ博士はいいですねとかね。で、ところが2010年代になってその分野にニューラルネットワーク、つまり人工回路網を作っておいて、それに学習させることで1000万枚のデータを全部学習させるわけです。そうすると神経回路網が計算して、これは犬だ、犬でもそれはブルドッグという種類の犬だとかね、そういうことを全部当てるようになってきて、でついに人間よりも認識力が良くなっちゃう。で、人間の認識力ってそうは良くないんですよね。ちょっと汚い画像だったら人間に読めない、それをコンピューターは読んじゃうんだ。で、これは脅威です。で、その画像だけではなくて音声認識とかいろんなパターン認識の分野で人間よりも性能のいい装置がどんどん現れるようになってきた。で、さらに証明に立ったのは囲碁ですね。碁ですね。碁というのは最高のゲームであると。私が好きだから言うわけじゃないんだが、非常に面白くて負けると悔しいですよ。夜も眠れない。だったけど、それがね、やっぱプロという、それを職業とする特殊なグループの人たちがいて、プロなんだ、それは大変なことなんです。で、それにコンピューターが勝てようになっちゃったんですね。で、今やプロが石を3つ初めに置かせてもらっても勝てないんじゃないかというぐらいまで進化しまして、プロは大ショックだったんですが、でもまあそれはそれでいいんですよね。俺は人間の一番だと、こう言ってりゃいいんで。で、プロは今一生懸命コンピューターと取り組んで研究して自分を強くしようと、こういうふうにやってるわけですよ。で、それからですね、それは要するにパターンの認識なんじゃないか。人間はもっと高級な知的なことをやってる。例えば言語だ。言語を喋るってのは大変なことなわけですよ。ですね。で、言語の仕組みってのは文法構造というのがあり、意味論。ここの単語は何を意味するかというのがある。どう使うかってね。これはそんな生半可なことではできないと言われていたのが、やっぱりこの深層学習をすることで機械翻訳とか言語生成とかいうのはある程度できると。これは大変脅威なわけです。で、考えてみれば人間は脳でやってるんですから神経回路網でできないはずはないんですけれども、でも同じような脳を持っていても犬や猫や猿にはできないわけですよね。これは人間だけが獲得した非常に高次な機能なわけで、で、そこには言語があり、論理があり、推論があるわけです。で、今の人工知能がそれができるかというと、それはできないんですね。ちょっと後でお話ししますが。で、嫌い側が1個のニューロンを取り出すと、1個のニューロンでさえあんな複雑な形をしているんだ。で、それが1000億個組み合わさって脳にやってる。で、これこっちが脳です、ね、これ脳ですね。で、いろんな部品からできていますが、細かいことは言いませんが、一つの見方は、脳は入力情報が来たらある部分で処理し、処理した情報をさらに高次の部分に使い処理し、さらに高次の部分に行き決定を出す。で、もちろんこう一方通行ではなくて、フィードバックという情報の逆流も当然ある。大変複雑なシステムですね。
で、じゃあ脳は何をやっているかというのは、簡単に言ってしまいますと、1個のニューロンというのは他の細胞からの情報を受け取って、それを総合して自分の答えを出す。総合の仕方っていうのは、この情報を足し算するだけなんですが、足し算するときに、こいつを W1 倍し、こいつは W2 倍し、W1 が1なら1倍、W2 が3なら、こいつは3倍にするという、そういう重みつきの多数決をやり、しかもマイナスのものもあって、これがマイナスなら、この部分は引き算になるんですね。で、そういうことをやって、最後に答えます。でも、随分簡単な話ですよね。で、これを実は複雑に組み合わせると、大変なものが出来上がるんだ。こういうわけです。で、入力があって、神経があって、で、この情報を計算し、それを次に移し、次に移し、次に移しとして、答えを出す。こういうわけですよね。で、その時に、この計算で、このニューロンは、こういう情報の重みつきで足し算をすると言いました。で、だから、それによって答えが違うんですけれども、答えが間違えている時に、じゃあ重みを変えてやればよくなるかもしれないですね。で、重みをどう変えるか。こいつをちょっとだけ変えてみましょう。で、答えがいい方に行けば、これをそのように。はい。で、これを増やしたら悪くなっちゃっていれば、これを減らせばいいんだ。ということをそれぞれがやるだけなんですよ。あんまり大したことやる。でも、それで、実は万能計算機械が出来上がるはずなんだ。こういうことです。で、人工知能は2000年代に入って、特に2010年から深層学習、つまり層をたくさん集めたそういう神経回路を使って、で、非常に大量なデータ、例えば画像認識ならば1000万枚の画像を使って学習をするんですね。で、それは今の場合は正解が分かってますから、正解が違っていたら、それに合う方に重みを少しずつ変えていく、こういうことをやるだけなんです。これで人間よりももっと異性能のいいパターン認識装置が出来上がる、こういうわけですね。じゃあよっぽどすごいことをやってるのかという話と、そんなものすごい回路網に仕事を任せといて、人間はその答えを信じていいのか、信じちゃいけないのか、気持ちが悪いではないか。神経回路網はブラックボックスとして機能して、何やら計算して、はい、答えですよと言われても、我々はそれじゃ困るのではないかという議論と、当然ながら両方があります。でも、実はですね、神経回路網っていうのは、学習データから実験式を作ってるんですね。で、我々科学をやるときに、大体まずはいろんなデータを観測し、で、観測をグラフで表し、で、そのグラフの点を結んでいくと、なんとなく三次式に見えたとしましょう。どうもこの現象を支配するのは三次式だし、それが本当だと、未知の点を与えた時の測定の答えも予測できるわけですよ。だから実験式非常に役に立ちます。で、古来天文なら観測データがいっぱいあったわけですよ。昔は星だってもっときれいに見えたんですよね。今はもう天の川なんか見えませんですね。で、昔の人は暦を作り、日食の予測をし、それもみんなできたんです。だけども、なぜそうなるのかは分からない。で、それはそこには原理があるはずだ。考えたのが、例えばニュートンで、
で、ニュートンは質点、物質には質点というものがあって質量を持っている。で、2つの質量の力の間で力の相互作用が働くですね。だから太陽と月、太陽と地球と月、太陽と地球の間でもそういう力が働くと、実は地球は太陽の周りを楕円軌道で回る。で、ニュートン力学はそういう原理を実は考えた。で、それによって日食も予測できれば天体のありとあらゆることが説明できるようになったんですね。で、人工知能は実験式が作ってくれます。で、それは役に立ちます。間違いもなく役に立つが、それがなぜそういうことが起こっているのか、だからどういう計算をすればいいのかということは全く教えてくれない。彼らはたくさんのデータを集めて計算式を作ったんですが、で、ブラックボックスだというとブラックじゃないんですよね。学習した後の重みがどうなっているか全部わかるわけです。ただ式は非常に複雑なんで、何をやっているか原理的なことは分からない。で、人間はですね、やっぱり探求心を持ってますから、いろんな現象がある。で、実験式も必要である。だけれども実験式にとどまらないで、その奥にある原理を理解し、それによって全体の構造を明らかにしようと、こうするわけですね。で、それが我々の探求心であり理性なんですよ。で、さて、私数理脳科学というのをやってるんですが、脳がこんなうまく働く、まあ人間はうまく割り出しとることもありますが、ずるくもあるが、時に非常に崇高な行為もできるのが人間だって、非常に素晴らしいですよ。で、それがこんなうまく働くのは、一つは神経回路が頭の中にあるからだけども、そのためにはそれがうまくいくことを保証するような情報の基本原理があるわけです。こういうわけですね。で、その原理を我々は解明したいんです。で、そのためには本当の脳、人間の脳もいいけれども、人間の脳で実験ができなければ猿の脳、ネズミの脳、こういうものをごくごく調べていけば、脳がなんでこんなにうまく働くかすぐ分かるではないか。まあ、これは自然な考え方ですが、なかなかそうはいかない。それは脳というのは進化の結果出来上がる。だから進化ってランダムなズレなんですよ。で、ランダムなズレでたまたまいいのができればそれが残った。で、その段階で止まってもっとすごいのを作るときには別の仕組みを入れなきゃいけない。で、別の仕組みがまたたまたまブランダムでうまく見つかったとして、その前のやつを全部ご破産にした方がすっきりするんだけれども、それはできないんですね。連続的に生きてきっと来てるわけですから、古いのはそのまま使い、時に改変し、それにさらに新たなものを付け加える。で、今ある脳はそういう昔の痕跡、邪魔、ゴミが山ほど入ってる。で、生物学としてはそれが面白い。で、それが生き物なんだというわけですね。人間にあらず、だからそれは生物学の立場。で、情報の原理を調べようとすると、そういうゴミは邪魔になる。だから数理で単純なモデルを使って神経細胞のようなものが作るネットワークがどう働くのか、それを原理で明らかにしたい。で、これが数理脳科学なんですが、世の中そううまくはいりませんよね。で、私怠け者でして、みんな脳を研究している人は真面目な人で、一生懸命日夜実験に骨身を削ってます。
私はまあ遊んでいて、時々数学で考えがいいんだとするんで、何あまわり偉そうなことを言うが、あいつは天空の学問をやってるな、俺たちは地上の学問をやる、その通りです。でも天空から物事を見る、そういう学問も必要なんではないかというのが、まあ、私の言い分ですね。さて話を飛ばしまして、我々は意識を持っていろんな作業をこなしているわけです。でもちろん意識は動物にもあるかもしれませんが、意識が明瞭に現れているのが我々の人間なんで、で意識はどうやってできたのか、で人類が共同作業をする中でやっぱり自分のやろうとしていることを相手に伝えないとうまくいかない。だけど相手に伝えるためには自分で自分のやろうとしていることを知らなければいけない。これが意識ですよね。で自分で自分のやろうとしていることを知れば、それがいいことか悪いことか、それを反省して考えてみることができる。また自分の意図を相手に伝えるために言語を使うことができる。で言語ができると、この子の結びから論理が生じる。そこから数学のできる能力が生じる。まあこんな風になっているわけです。じゃあ意識はいつ生じるのか、これももう 20、30年前ですが、リベットという神経科学者が実験をしました。でこう時計の針がギューッと秒針が回ってます、ね、でここに被験者がいまして、で あなたは自由ですよ、秒針が回ってますから、まずあなたこの秒針がどこに止まったらいいかなと考えて、例えば9で止まったらいいなと決めたら、まあ、これが9にしたときに止めてください、ね、すぐブーってきて、あ、よし俺9に止めた、9でピシャッと止まります。でその時にこの人に、あ、よく言いました、でもあなた9で止めようってどこで決めました、ちょっと思いました。もう実は6ぐらいの時にもういいや決めようって言って9に決めたんだ。それから 2、3 秒待って9に来たらポイッと止めたんだ、ね、でところがこの人の頭に脳波計、電気を測る装置をわーっと頭につけておいて、別室でこの実験者が見てるんですね。ちょっとこの人が6で決めたっていう前に脳波でガラ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 と興奮が起こって、なんだこれとこの辺で決めたじゃないか、ね、この辺で9に決めたなって実験者は分かってしまうんですよ、ね、じゃあこの人の意識はどうなってるか、こういうわけです。でこれはですね、要するに神経回路網が課題をもらってうわーっと活動して、よし俺は9に決めたという答えを出す。それを脳波を測っている人はそれを見てるわけですね。で9に決めると、9に決めたということが意識に、よし俺は9だ、それは決めてから後の話だ。で意識に上って、でじゃあ9まで待って出すってことを思うんですね。でところが我々の多くの仕事は意識に上らないで実行に移すんですね。骨をスンスンスンと歩くときや、みんな歩く前に足をどこに踏み出そうなんて意識ならない、当たり前のことなんですだけどツルツルに凍った斜めの路面に立ったら、一歩一歩意識してこの角度急すぎて危ないな、いろいろ考えますよね。でこれは意識的にやらないとできないわけです。で大事なことは意識に上らせて、意識に上ると何がいいかというと、実行前にそれでいいのかどうかを反省してみることができる。でその時にいろんな情報を集めてくるわけです。過去の経験でもいいし、氷の滑る性質でもいいし、何でもいいんだけども、そういうものはいっぱい持ってる。でもし悪いとなれば、
この意識がまたまた今の決定取り消し、もういっぺん考え直しなさい。でこれを人間になるわ。で多くの場合にはこれいいという時にこの意識は合理化に使う。俺が今決めてこれからこうするんだが、それはなぜいいか、それにはこんな根拠がある、こんな根拠がある、こんな根拠がある、だから俺の決定は正しいんだ。これ決定が由来のないものなんですね。人間はこういうことをやってるわけです。で、その意識が出てくるのはもちろん心でもあるわけです。で、今の人工知能はだから全く意識というものを持ってない。ちょっとわざわざ計算して答えを我々に出る。で、それを我々に実行するだけの話であります。で、将来人工知能が脳に学ぶべきことがあるとすれば、やっぱり心とか意識とか、記憶の仕方ですね。こういうものをちゃんと考えなければいけないわけです。これはさて、じゃあ人工知能を発展して心を持ったロボットが作れるんだということは、今も結構大問題になっていて、みんな作りたいんだと言ってるわけですよね。で、そうするとロボットを設計するときに、それが人には心というものがある。で、人には心というものがあるんだから、人は心の動きでいろんなことを決める。だから人の心の動きを法則として知ってないと、ロボットは人間と付き合えない。で、これをするのはそんなに難しいことではない。で、ロボットは人間というのは心の動きがあって、だそれに合わせてロボットもやりましょうと、こうなるわけですよね。で、それはロボットが心を持つということとは違うんですね。ロボットは心の動きを理解したけれども、それが自分が心を持ったことではない。で、人間の心っていうのはやっぱり人間が社会生活を送る中で相互に協力し合いで共感を持ちですね、さらに高い使命感を持ったり、いろんな能力、相手がそれを発揮するのに共感したり、そういうところが出てきたんだけれども、それは非常にある意味で不合理不条理なわけですよ。で、喜びすぎていいことがあってうつつを抜かす、これ無駄ですね。で、悲しむべきことが起こって悲しむ、これはいいんですが、過度に悲しむするの無駄です。で、人と人とがあって恋愛をする、これは人として当然かもしれないんですが、恋愛としてポーッとなっちゃうんでね、全然無駄ですよね。で、ロボットはそんな無駄はしない。ロボットは心の動きというものは理解するが、それに合わせもするが、自分は全部合理的に判断すればいいんですよ。で、喜んだふりをしてみせるかもしれない、でも決して喜ばないというわけですね。で、考えてみれば、我々はそうやって人生一生を送ってきたんだ。で、私のようなお人になれば、いや、ただ一度のかけがえの人生、楽しいことも苦しいことも、で、嫌なことも頑張ったこともいっぱいあって、これが俺の人生なんだということですが、ロボットは部品を全部取り替えていつもグレードアップすればいいんで、そんな考えの持ちようがない、こういうわけです。で、人工知能の話になりますと、今の人工知能はまだまだ手が知れてます。だから実験室を非常に高度な実験式を作るということで、それで十分に役に立つから、確かに社会の
構造は変えるかもしれない。で、じゃあ人工知能は暴走しないのか。人工知能は暴走するとすれば、それは人間が暴走するからですよ。もう人間は暴走してますよね。もう嫌なことばっかりです。で、人工知能の研究がこんなに進むのは、それが金儲けになるからです。企業も国家もこれは儲かると。で、逆にこれに力を入れなければ落語しちゃうと。それで力を入れてる。ですよね。で、もちろん戦争をしようとしたときは、もう人工知能ほど安上がりに戦争できるものはないと。人間だと人を殺すのにためらいを感じるけれども、人工知能全然ためらい心はないですから、バンバン効率的に殺してしまう。こんないいものはない。で、アメリカじゃもうそれ実用になってますよね。CIA でドローンを使ってね、人をどんどん殺してるわけですよ。で、ですからね、人工知能というのは、人工知能自体が悪いというよりは、それを育てる社会が一体どうやっていくのか、こういうことなんだと思うんですね。で、非常に理想的なこの絵を描けば、人工知能によって生産力がうんと上がったと、嫌な仕事はみんなしなくて済むようになる、ね、で、今までの産業革命だって仕事はどん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 機械が代替することによって人類の生活レベルが上がってきたではないか。で、これは確かに上がってきたんですよ。私の子供の頃よりは今の方がね、はるかに生活は快適になってます。心が豊かになってる。これは別問題。そこは問題なんですが、物質的な性格上はなったから、これからさらに人工知能がいろんな仕事をやってくれればいいんじゃないか。で、そうすれば AI の仕事を人から奪ってくるから、どんどん奪っています。これは皆さんに言ってるんで、時間のスケールはあるんですよ。間違いなく人の仕事は減る方向に行くんですね。その時にじゃあどうしたらいいの。でも心配じゃないよ、ね、金持ちから税金をガンガン取って、ベーシックインカムとして全員にばらまけばいいんだ、ね、で、これはね間違いですよ。金持ちからお金をじゃんじゃん取って人々にばらまけないって、これは本当です。だけどそれでいいかっていうと、人々がそうか、お前何もしなくていいよ、 食料は全部供給するよ。で、それは人間の家畜化っていうやつなんですね。豚はそうです。豚に聞いてごらんなさい、あんた幸福ですかって、もう一生懸命餌探してね、歩かなくていい、それが幸福です。で、やっぱり人間はね、働くこと、で、自分が何か使命を持ち、何か仕事をし、さらに自分の能力を高めること、ここに生きがいと喜びがあるんですね。これを奪ってしまってはいけないわけですよ。だから人工知能がもっともっと進んだ社会では、人々の仕事をどん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 作り出さなきゃいけない。で、それもやりがいがある面白い仕事をどんどん作り出してほしい。で、それは何でもいいんですよ。もうそれこそ私のようなアマチュアサイエンスだって構わない。今もサイエンスと変えそうですね。論文書かないとクビになる、ね、もうエッチラオッチラね、さあ1年にいくつかない、これどっかおかしいですよ。人間性を無視、やりたいから研究する、これが本当ですよね。で、人工知能、いろんな話がありましたが、一つ皆さんが気になるのは技術的得意点、シングラリティ。2045年だったら、なんで45か
知りませんが、でこの時代になると人工知能が人間よりもはるかに進歩するんで、で技術開発、数学の定義の証明はみんな人工知能がやってくれる、人間はやらなくていい、ね、じゃあ人間何するんだということですが、そのうち人工知能は人間無駄で邪魔だ、あんなのはいない方がいいんだというふうに考えると、よく SNS に出てくるストーリーです。そういうふうになるか、まあ私はならないということですよね。で、それは人工知能がやっぱり意識を持ちですね、自分の使命感を持ちですね、で社会の中で協力して何かをする、で人間はそれをこの進化の過程で何千万年かけてそういうのを作り出した、で人工知能を人間が設計するわけですから、あと人工の知能がいくら学習してもそういうような探求心、目的意識、これは持てない。だからシンギュラリティはまあはずはない、そんな心配はいらないけれども、でも人間は素晴らしいが愚かですよね。だから我々は人工知能という技術を手に入れたとして何をするのか、こういうわけですね。で考えてみれば文明、非常に文明ってこれまでにも脆弱で滅んできました。で今我々がこの民主主義とこれは自由、平等、こういう価値観の上に社会を築いてきたんですね。でこれは本当にいいんだ、でこれがこの凄まじいまでの格差、これを是正できていないわけですね。どころか人工知能は格差をもっともっと拡大するのは間違いないわけですよ。でそれでいいのかということが非常に問題になります。で昨今の政治情勢を見るに、ね、日本もひどいけれどもアメリカもっとひどいし、ね、イギリス、ブリギリットもひどいし、ロシアひどいし、中国もひどいし、ね、やっぱりこんなに人々がたくさんいるのに、そうよくはなって今いろいろ問題を抱えているという。でトランプにしても安倍にしても選挙で選ばれているんですよ。だからやっぱり人類の教育レベル、もっと知的レベルをもっともっと上げた社会の上に民主主義と自由と平等とこういう理念を実現していかなければいけないんだと、こういうわけですね。で日本はですね、AI に負けたわけで、安倍内閣は日本は超大国だから人工知能で巻き返して世界の覇権を取ろうと言ってますから、そんなありえないことですよ。でですね、で日本がいわゆるアメリカや中国にいわゆる開発力、経済力、筋力で勝てるはずがないんです。で日本はもっと日本独自の素晴らしい文化を築いていかなければいけない。でそれはもちろん人工知能の基本原理を解明するのでもいいですし、もっともっと一言なら科学だけではなくて文化として日本の科学技術で芸術、そういったものをどう築いていくか、これが今問われているんだと私は思うんです。ちょうど時間になりましたので、ここで私の話をおしまいにしました。どうもご清聴ありがとうございます。なんか簡単な質問があったら今でも後でどうせディスカッションあるだけど、一言だけ聞いておきたいという方がいたら、どうも、はい。
僕は今の状況を変えるためにはベーシックインカムしかないなと思ってるんです。ベーシックここで言われてる働くことが生きがいになる、それがその通りなんですけれども、金を稼ぐためにむしろ自殺行為のような働かせ方をしている、それに抵抗できないですよね。かつあまりにも広がりすぎて、だから底辺の人たちはその日を暮らすためにある一定の金銭を得るために働いていると称しながら自殺行為のことのようなことをさせられている。だから僕はここだけはちょっと賛成できない。あ、そうです。いや、私はね、ベーシックインカムを配るのが悪いということは言うつもりはないんです。で、格差はなさなきゃいけませんよ、もう。で、確かにベーシックインカムが一つのアイデアでいいんだけども、それを配れば世の中、今の AI 時代の社会構造、文明構造はそれで終わりだというつもりはないんで、一人一人がやっぱり自発的に働けるような環境をどうしても作らなきゃいけない。その時に働くことと世のため人のためになること、あるいはお金になることっていうのがイコールでつながらなくなっている今の世の中で、そこのところを再構築する必要があるかなと思うんです。すごく難しい話ですけど、今先生ですけど、ご意見は後にパネルディスカッションがあります。そこでお願いしたいと思います。言葉のでこれが分からないとか、そういうような質問であればお受けしますけれども、ご意見は講談にお願いしたいと思います。そういう意味でご質問があれば。今です、こんにちは。ですね、人工知能が非常に役立つ分野とあまり役立たない技術分野、これはどういうふうに考えますか。内容的というか、それはで、まあ忘れてる。いや、ほとんどの分野で役に立つと思うんですね。で、それこそゲノム編集にも役に立つし、から農業の材料化なんかにも。で、やっぱり人工知能は情報を扱ってるんですよね。で、我々がこういった現実の社会と接することは情報を介してなんですね。だからむしろ人工知能が役に立たないような分野は何か、なしは役に立ちにくいような分野は何か、これを探すことは大事ではありますけれども、そっちの方がむしろ難しい。どんどんで、多分ですね、人と人と接する、いわゆる 人間は人と接して心も分かち合って満足するわけですね。で、相手がね、ロボットだとやっぱりあんまり満足しないよね。だからそういう人と人とのコミュニケーション社会、こういうものはなかなか機械には変わらないの。でも変わりますよね。ホテルだって今や人工知能だけのホテルになるぐらいで、人によってはその方はね、人と付き合うの面倒だから、もうバッパッパとチェックインチェックアウトしたら楽だという人もいますから、やっぱり社会の文明の根幹に関わる問題なんだと思いますよ。そういう人工知能が役立ちにくい技術なり、そういうものですね。例えば今度天笠さんの話もありますけど、そういう遺伝子組み換えがなくて、そういう雪の方とかね、そういうものの方に、が非常に人間にとって本当は価値のあるもので、さっきの働き方の問題含めて、だからそういう意味では人工知能は、悪い方向の技術をどんどん助けているというふうに思うんですが、まあ、あとで。はい、ありがとうございます。マイクをそちらに回してください。もう一人ですみません。あとの方は次の総合討論の時にお願いします。ディープラーニングなんですけれど、私がニュートンという雑誌で読んだ時にですね、漢字は分類をしていて、そしてその分類の結果をですね、人間が丸ペケをつけていると。
というふうに理解したんですけれど、それでよろしいのかというのがですね、疑問です。それでその時に三角というのはないんでしょうかと、これをお聞きしたい。はい、あの最後の質問ですが、三角はあります、当然。それからもう一つは、人工知能はそのマルバフとしてそういう分類しているだけだと言いますが、例えば囲碁のプログラム、これはやっぱそれを超えるわけですよね。で、それ以外にいろんな学習原理がもちろんあるわけです。で、じゃあ、強化学習、例えばね。それから文章、自動翻訳、あれはやっぱり単にパターンを見てるんじゃなくて、単語間の動きのダイナミックスを見てるんですよね。だからそういう意味では、確かにパターン認識から出発した、ね、それが大成功した。でそれに気を良くして、実はもっとできるんではないかということをやってるのが今の銀行です。そこのところを詳しく聞きたかったですね。特に三角の、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次の長さにお願いします。休憩時間申し上げます。5分間ということで、ありがとうございました。ジャーナリストでいらして、現在は日本消費者連盟の共同代表をしておられる私、それからバイオテクノロジー情報通貨代表という立場でもいらっしゃいます。では、まずはよろしくお願いします。どうも、よろしくお願いいたします。今日は、5G ビッグデータ人ゲノムというテーマでお話しするんですけども、5G 問題というのは結構今クローズアップされてきて、いろんなところで話が、されるようになりました。しばらく前まではほとんど関心を、持たなかったというか、関心がないテーマだったんですけども、最近は関心がですね、非常に強くなってきたなっていう、そういうテーマでもあると思います。で、私も昔大学を卒業したときに、就職先がですね、全くなくてですね、で、ジャーナリズムの志望だったんですけども、20何社か受けて全部落ちまして、そういう出発だったもんですから、最初に就職したのが製薬メーカーだったんですね。で、製薬メーカーのいわゆる薬を販売するプロパーというやつになりまして、でそれで回っておりまして、いろいろと病院回りをしてた。でその時にですね、ポケベルというのを持たされまして、でポケベルの時代というのは、優雅な時代でありまして、ポケベルというのは、こちらから電波発信しませんので受けるだけなんですね。そうすると、行ってまいりますって言って、会社出ますとすぐ映画館に直行したりそういうことやってる。でもそれでも、ちょっとした建物に入るともならないんです、ポケベルっていうのは。ですから知りませんでしたで済むわけですねでそしたらしばらく経ちましたら、今度はですね、携帯電話とか PHS で、最初の頃はですね、ただなんていうんですか、やはり、通りが悪かったです。ですから地下なんかに入って、PHS も携帯もですね、ならないわけですよ。ですから特に PHS なんかいいですね、ほとんどそういうことでですね、そういう世界になったら、で、この最初に出てきた携帯電話のことを、1G、いわゆる1世代目の 1G っていうらしいんです。アナログの時代ですね。でそれから、その後しばらく経ってデジタルになりまして、電波がですね、電波がアナログの時はこういうふうに滑らかなこの電磁波だったんですけど、デジタルになりますと角型になるわけですね、電波。これやっぱり健康への影響ってやっぱり全然違うんですね、アナログとデジタルで。それが2世代目ということで、
で3世代目からですね、今度は、ちょっとこの変わりまして、容量とか、まあ、こういう何ですかね、携帯電話のスピードとか容量が多くなったりと、そのレベルによって 3G、4G、5G、6G っていうふうになるらしいです。まあ私もあまりさんもまあ、単なるじじいっていう感じですけど、そういうことでありますけど、まあ、そういうことでですね、今 5G っていうのが今問題になってまいりまして、で、この 5G ってこれちょっとですね、やっぱり今科学技術がすごい、まあ、あり方が危うい状態になってきたなっていうのはすごく感じます。で、まあ、特に、まあ、先ほどお話がありましたバイオテクノロジーの世界で言いますと、やっぱりゲノム編集技術が登場して、それとですね、iPS 細胞ですね、この2つが組み合わさったときに、まあ、何が起きるかっていうんでですね、すごいなんかやはり大変な病気に入ってきたなっていうのを思うわけですね。まあ、特にですね、動物性集合肺ですね、でこれが登場しました。で、まあ、認められたわけです。すなわち、いわゆる動物に人間の臓器を作らせると。まあ、いうことらしいんですけど、まあ、言ってみますと人間と動物の雑種が作りが認められたわけです。で、まあ、人間と動物の雑種作り、まあ、iPS 細胞を使いますから、まあ本当の意味では雑種という、まあ、いわゆるキメラというわけではないんですけども、まあ、ただやはりキメラに限りなく近いものが認められちゃう。まあ、iPS 細胞で、まあまあ、例えば心臓を作る、ね、細胞をこの動物に入れて、そして、まあ、動物に人間の心臓を作らせるというようなことまで始まるわけですよね。まあ、こういう動物性集合肺作りが、まあ、容認される。でこうやって、まあ、言ってますとゲノム編集技術の場合はいわゆる自由自在にゲノムを編集できますよというのがまた一応キャッチフレーズになっているわけですね。でゲノムっていうのは、まあ、遺伝子、まあ、いわゆる全ての遺伝子を指しますから、全ての遺伝子を、まあ、自由自在に編集できる、エディティング、いわゆるエディティングで編集できますよ。まあ、今はこの遺伝子を壊しているわけですけど、まあ、この遺伝子を壊したい、まあ、成長をですね、抑制する遺伝子を壊すことによって、まあ、成長をこの、まあ、止まらない生物を作り上げるわけですよね。どん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 成長する生物を作り出す、まあ、そういうことをやってるわけです。でこれを自由自在にいろんな遺伝子でできるようになってしまう。でもう本当に、まあ、いろんな遺伝子が分かることによって、まあ、この編集ができるようになった、まあ、これ本当にね、いいんだろうかっていうのはもう、まあ、本当にもう思いますね。で、まあ、これはバイオテクノロジーが始まった時から思ってきたことなんですけども、まあ、人間ってどこまで生命を操作、操作に深入りしていくんだろうか、そんなことやっていいんだろうかっていうのはやっぱり根本的な疑問として持ってましたけども、今本当に危うい状態になってきたなっていうのはすごく今感じるところです。まあ、5G 社会もそうですね。いわゆるスマートシティなんてよく言い方しますけど、まあ、5G で管理されているような社会のことをスマートシティ、まあ、この間 NHK でやるそういう番組がありまして、見てて中国の深圳ってすごいですね。私もびっくりしましたけども、もう本当に人間がもうとことん管理されてる社会っていうのがあるんだなっていうのは、まあ、びっくりしました。で、しかも顔認証でね、ですからどこをこの歩いてるかなんて、誰がどこを歩いてるかなんてみんな管理されちゃう。それから今回もね、いろいろ新型コロナウイルスなんて問題が出た時に、中国でもう話題になりましたでしょ。中国の中で例えば監視カメラがついてるわけですよ。で監視カメラがついてて、そしてマスクしないで歩いてると、おいマスクしろっていうそういう声がかけられる、いわゆる命令が下されるっていう社会ですよね。でもいや、すごい社会になったなって思いましたけど、まあ、そういうのがいわゆるスマートシティで、で、まあ、管理社会がそれここまでとことんまで進行した社会というのは本当に、こんなになるのかと思いましたけど、日本もそうなりそうなんでね、やっぱりすごい心配してます。でそれからそれはある意味では電磁波の危険性の増幅でもあるわけですね。で今までの、まあ、1G、2G、それから 3G、4G、4G、5G というこの、世界でデータ量、まあ、いわゆるデータ量をたくさん、まあ、送ったりとか、まあ、使うわけですよね、データが。でそうするとやはり周波数を上げないといけなくなる、いわゆる データで、ね、周波数を上げないといけなくなる。
で今よりもさらに周波数がどんどん上がっていくわけです。で周波数が上がれば上がるほどエネルギー強くなりますから、当然のことながら電磁波に対する影響というのは強くなっていくわけですね。でしかももう一つ社会の脆弱化が進んでいくことになります。でまあいろいろ、まあ、管理すればまあそれはまあ管理すればまあ何て言うんですかね、まあ、そういう問題も出てくるかもしれないですけど、例えばですね、電磁波の問題で言いますと、まだマイクロ波のレベルなんですけど、その後ミリ波になるわけですね。でミリ波でサブミリ波っていうのがありまして、でそのさらに周波数が高くなりますと赤外線になるんですね。ですなわちマイクロ波からですねミリ波、サブミリ波、赤外線っていうふうになっていきますと、環境中にある電磁波に限りなく近づいてくるわけです。でそうしますと、例えばですねミリ波あたりでもですね、今のこの、5G で使うマイクロ波あたりでもですね、まあ、マイクロ波って考えてみますと、皆さんよくご存知の電子レンジを思い浮かべていただくというわけですよ。あれで加熱するのは マイクロ波ですよね。でそうすると水分子を振動させて加熱するわけですよ。これどういうことを意味するかっていうと、環境中の水とですね反応してしまうんです。ですから例えば電磁波通りにくくなるわけです。環境中に水たくさんありますから。ですからそのためですね、非常に近い距離でしか更新できないものですから、それであちこちにアンテナ立てることになるわけですね。で そこで更新することになりますから、当然のことながらすごい電磁波の被曝っていうのは問題っていうのが起きてくるわけですよ。で、まあ、そういう問題もありますし、それと同時に例えばそこに木がたくさん生えて、で 木とか私たち生物って水の塊みたいなものですから、そこを通った時に通れないわけですよね。そうするといろんな誤動作が起きたりとか、いろんな問題というのが起きやすくなるわけですよ。でそういう問題をですね、どういうふうに考えてるんだろうなと思ってですね、社会全体でもうあちこちで網の目のようにアンテナを立てていくですね、そういう社会を作ろうってわけでしょ。まあ、これもまたひどい話だなと思ってですね、まあ、見てるんですけども、まあ、こういうふうに社会の脆弱化っていう問題ももう一つやっぱり考えなきゃいけない。ですから科学技術のあり方をですね、根本的に見直す必要が、まあ、あまりさんも止まらない止まらないということなんで、止まらないじゃ困るんです原発事故が起きますから、また原発事故と同じことが、まあ、そこがやはり非常に私たちは考えなくちゃいけないところで、まあ、政府も企業も推進こそそれ見直すことはないわけでして、でこのままでは本当の原子力の二の舞になる危険性があるなって今すごく感じてまして、原発事故のようなものがバイオテクノロジーの世界ですとか、このいわゆる AI ビッグデータの世界で何らかの形で大きいんじゃないかと、で そういう今 社会になってきたなっていうのがすごく感じます。まあ、5G っていうのは、まあ、第5世代移動通信システムというんだそうなんですけど、まあ、この社会の道っていうのは管理化と電磁波による健康障害、社会の脆弱化が一体となって進む社会だなと思います。まあ、ちなみに私はすぐ製薬メーカーのセールスから無事ですね、製薬会社が倒産したもんですから無事解放されまして、営業のセールスは そこで亡くなりまして、ポケベルの世界で終わったもんですから、いまだに携帯もスマホも持たないというですね、まあ、そういう生活を送っておりますけど、まあ、そういうことであります。で、まあ、こういう、まあ、いわゆる電磁波で言われるとするスマートシティというわけでありまして、この人々の行動は全て管理されていく超管理社会というのがですね、まあ、もうすでに一部で実験されちゃってるということがやっぱりすごいなと思ってるんですけど、まあ、これに、まあマイナンバーと健康保険証、まあ、これが今一緒になろうっていうわけでしょ、一体化させようという、まあ、そういうふうに動いておりますけど、おそらく健康保険証と一体化するんだったら免許証と一体化するだろうというふうに今考えるわけですね。で、まあ、そうなりますとですね、これに顔認証が加わりますとどういうことが起きるか。で、まあ、運転してても病院に行ってもですね、顔認証で例えば監視カメラでですね、道路走ってて監視カメラで顔で分かりますから、じゃあそこの道をあいつが走ってたなっていうのはすぐ分かっちゃうわけですね。で、まあ、そういう今この
車のナンバーでね、見る仕組みがなっておりますけど、顔でこの分かるようになってしまうと、まあ、こういうふうにですね、なってまいります。でこれがですね、スマートシティが目指すものであります。でさらにこれにクレジットカードが結合するわけですね。で要するにマイナンバーと健康保険証と免許証とクレジットカードが一体化したときには何を買ったかっていうのがですね、もう全てその個人が何を買ったかまで分かるわけですね。で、まあ、移動も分かるし、どういう健康状態かも分かると。で、こういう社会というのが今目指しているものなんですね、実は。で、まあ、これが 5G 社会が目指している。でそうなりますと、健康医療、警察署、消費行動などが一括管理される社会、監視される社会ということになっている。まあ、そういう道が今この進もうとしておりまして、今どういった状況にあるかっていうところでちょっとお話したいと思うんですけども、まあ、今本当にデータがですね、ビッグデータっていう形でですね、ものすごく巨大化してるわけですね、データで。これを分析する、これがまあ先ほどあまりさんがこのお話しされてた AI というやつなんでありますけど、まあ、AI がですね、いろんな分析をしてさまざまな関連を明らかにしてきたわけですね。まあ、データの発信源というのはいろいろありまして、まあ、スマホ、我々は皆さんよくお持ちのスマホなんて一番典型的な情報の発信源なわけでありますけど、あとスマートメーターですね、各家庭にありますスマートメーター、あれも30分に1回電磁波発信しておりまして、であれを分析すると大体その人 の家での行動が分かるというですね、まあ、そういうことまで分かるようになってきて、まあ、パソコンもありますし、公共データ、マイナンバー、クレジットカード、ポイントカード、まあ、それからスーパーやコンビニ等のPOSシステムとか、まあ、それからまあ監視カメラ等々、いろんなデータがですね、もう今もう収集されているわけですね。まあ、これがまあビッグデータというわけでありまして、まあ、公共データが、まあ、今言ったいろんなものがですね、ビッグデータの中に入り込んで、でそこに特定の個人のデータが入りますと、いろんなことが分かっちゃう、その個人の未来予測まで分かるということでありまして、まあ、そういうふうに今なってきちゃったわけです。でこの人はどういう消費行動をとっているかと、まあ、政治、まあ、信条というのはそれどういうものであるか、だからまあどういうところにどういう政党に投票しているかまでは大体分かるようになってきている。でそしてまあ信用評価とかですね、犯罪非行予測とか病気予測で、まあ、この人はですね、何歳頃にこういう病気になりそうだという、まあ、そんなことまでですね、今予測されるような時代になってきちゃったわけですね。で、まあ、そういうことでですね、まあ、政治、経済、社会のあらゆる分野での予測というのはこの、ビッグデータによって行われておりまして、で、まあ、個人健康病気予測、まあ、そういうことでありますけれども、まあ、分析技術としまして、やはりコンピューターアルゴリズムというのがまあありますで、まあ、AI ですね。まあ、AI の自己学習能力ってのはやっぱりすごいなと実は思っておりまして、まあ、先ほどこの話がありましたけど、とか将棋で、かなうわけがないですよね、人間が。何しろ対戦もなんていうか、人間はやっぱり一回対戦するのにやっぱり何時間ってかかる。まあまあ、まあ、私のようなヘボ将棋とかヘボ碁の場合は、まあ、1時間もかかんないで終わっちゃいますけれども、まあ、でもやっぱり、コンピューターの場合は数秒もかからないケースありますよね、一つの対局が。でそれを繰り返し繰り返しやって覚えさせていくわけですよね、そういう経験で。でそれにかなうわけないですよね、まあ、そういうこともあります、まあ、そういうことで、まあ、今の、まあこういう予測というものに関してはすごいこのやっぱり威力発揮するのが、AI であります。でそうすると思いがけない関連というのがいろいろ分かってくるものでありまして、こういう人はこういうことがあると。で、まあ、例えば、まあ、これは本当にいい加減な話なんですけども、例えばですね、赤い色が好きな人はとんかつが好きだとかね、こういうね、これはいい加減な話ですけど、まあ、そういういろんなですね、思いがけない組み合わせがですね、分かるようになってきたっていうのは今の状況なんですね。で、まあ、それでいろいろ企業なんていうのも分析しておりましてね、でまあ、私たちも例えばコンピューターでインターネットで、まあ、YouTube なんて皆さんよく見ると思うんですね。
で私もよく見まして、でホテルなんかに泊まって、講演会の翌日の予習なんかしてる時にですね、インターネットで YouTube で音楽を流しながらやってるんですけど、そうするとですね、もうその人の好きな音楽しか流れないようになるわけですよね。これで画面見てて、本当に皆さんがよく見る画面がよくアクセスすると、その情報がどんどん入ってきますでしょ。でも本当にびっくりしたのはですね、私もある講演の時に、健康食品についていろいろ調べようと、いろいろ検索してたわけですね。でいろいろ検索しておいて、そしたら健康食品のコマーシャルが来るわ来るわ、もうえらいこっちゃなと思いましたけど、そういうのをフィルターバブルっていうらしいんですよ。でこの好みの情報に取り囲まれる社会になっちゃうんだよね。こういうのが今のですね。で、こういう情報化社会の展開っていうんですけども、実はですね、1980年代 の、 トヨタ生産システム の、 が大きく変わったんですけども、そのトヨタ生産システムが、一つのきっかけかなって実は思っておりまして、でこれをこのコンビニが取り上げたんですね。このトヨタ生産システムをコンビニが取り入れました。でこれ何かと言いますと、トヨタ生産システムの最大のポイントは在庫を持たない、いわゆるその時いる時にいる商品がその場にあるというのがトヨタ生産システムの基本なわけです。でそれを取り入れまして、コンビニは倉庫持ってません。でいわゆるそのためですね、売れるものがいるとある、買い物客が買いに来た時にあるという状態をどうやって作り出すか、いわゆるジャストインタイムというんですけども、そういうのをこの、取り入れたんですね。でその時にですね、どうやったかというと、レジの担当者が来たお客さんの年齢と性別をインプットすることをやった。今で考えますとね、今だったら顔認証でできちゃうようなレベルになってきちゃったんですけど、当時はレジの担当者が、お客さんが来まして、この方は大体50代の男性だなって思うと、その50代男性っていうのを入れるわけです。でそうすると大体その地域でどういうような年齢層の人が、あるいは男女性別って、どちらが多いかとかですね、そういう人たちが何を好むかっていうのは分かるわけですよ。情報としてインプットされるわけですよ。でしかもその売れたものまで入れますから、そうすると、在庫が切れそうなのも分かるわけです。でそうするといろいろと自動車トラックが回っておりまして、周辺部分をでそこでその足りなくなったその商品をそこに、置いていくということをやって、でそれでジャストインタイム、いわゆるいるものがいるときにいるだけあるという状、そういう仕組みを作っちゃったんですね。これがやはり出発点なんですね。で、その後クレジットカードとかポイントカードというのが今普及しまして、で皆さんもお得ですよとか、このポイント今すごいですね。もうポイントポイントポイントで、もうポイントでもうどん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 この、お客さんをですね、招くということをやっておりました。で消費税の値上げがあるもんですから、あったもんですから、それをこのカバーするためにポイントでどん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 、いわゆるポイントバブルの状態になっておりますけども、そういうことでそのポイントカードとかクレジットカードをこの、カードに入るときには必ずこちらのプライバシーが全部この相手に渡すことになっておりまして、でそれによって、どういう人間がどういうものを好むかってみんな分かるようになっちゃったわけね。こういうふうにもたらす利益と売り渡すプライバシーという、こういう仕組みがですね、もう本当に確立したのが、前もちょっとお話ししましたけど、一番この分かりやすい例でいつもこのお話しているのがターゲット社と、アメリカのスーパーのターゲット社と妊娠情報ってやつなんですけど、これ前にもお話ししているんでお聞きになった方おられると思うんですけども、スーパーマーケットで売り上げに変化が起きる。大体皆さんもおそらくスーパー行って買うものって大体固定してるわけです。であんまり変化ないそうなんです、スーパーの、お客さんの買うもの。でそこで ただですね、大きく変化する お客さんが買うものが大きく変化するのが引っ越しと出産の時なんだそうです。
まあ、ところが引っ越しはですね、ほとんどわからない。いつどういう形で起きるかわからないので、これはもう予測のしようがない。ただ妊娠出産は予測できるんですね。でそこであのターゲット社はですね、25種類の商品の購入パターンを分析しまして、でこの方は妊娠したかどうか、出産はいつ頃かっていうのを分析し始めたわけです。その結果ですね、大体出産日まで分かるようになったということなんですね。まあ、これがやっぱりすごいな。で、まあ、ある時に ある女性がそういう、情報に引っかかったわけです。でそれでターゲット者はそこの女性の家族に、いわゆる出産のための商品カタログを送ったわけですよ。そしたらそこの親父さんが怒鳴り込んできたんですね。うちの子供はまだ高校生なのになぜ出産のカタログを送ってくるんだと。でそしてで、まあ、ターゲット者の人は頭下げまして、すいませんすいませんって謝ったわけで、その後ですね、しばらく経ってもう一回謝りに行ったら、親父さんの態度が変わってたって、実はうちの娘妊娠してましてと。で、まあ、そういうことで家族より AI の方がですね、先に妊娠し、妊娠を知ってたという、まあ、そういう有名な話があるわけですけど、まあ、こういうことでですね、まあ、いわゆる予測がつくようになっちゃうというのは、まあ、その中でやっぱり一番この予測をですね、一番活躍というか活用しようとしているのは、いわゆる警察なわけです。で、まあ、プロファイリングっていう未来予測というんですけども、犯罪の未然防止ということで、まあ、テロとの戦いっていうのはこの世紀に入って始まりました。まあ、あれが一気に加速したんですね、このプロファイリングで犯罪予測というのが。で、まあ、例えば本、どんな本を買うかとかね、どんな場所に寄り道するかとかですね、この人間どういうニュース、興味を持ってるかとか、皆さん分かるわけですよ、こうやってチェックするわけですね、警察が。で、ちょっと疑わしい人間っていうのは。で、まあ、そういうことで、リストアップしていくわけですね。で、これはどうも犯罪を犯しそうな、あるいはテロリストになりうるなと思いましたら、徹底的に追跡しまくるわけです。でそれで犯罪を未然に防止しようっていう考え方、これがプロファイル、いわゆるアメリカの FBI が取り入れたわけです、そういう考え方を。まあ、そういうことがありまして、まあ、こういうテロとの戦いでですね、犯罪の未然防止というのがですね、結構、プロファイリングという形です、活用されてきています。でやっぱり一番ですね、この分野で活用されるのが病気の予測、それから医薬品、医療ですね、それから医薬品、健康産業など、まあ、いわゆる病気あるいはその健康に関する情報なんですね。で、まあ、これはまあ、例えばですね、この、血液や細胞などの生体資料が採取できればですね、一番、まあ、これに越したことはないわけですね。これによってかなりのいろんな情報が分かりますから。でもプラスしてですね、病歴とか食生活とか喫煙飲酒、あるいは家計や遺伝情報、身体測定、まあ、犯罪や非行経験、まあ、こういうものからですね、未来予測っていうのを立てるわけで、この人間はこういう病気になりうるな、こういう健康状態になりうるな。でそうするとですね、まあ、例えば一番喜ぶのは健康産業でありまして、まあ、この人はこういう病気になりうるなと、あなたはこういう病気になる可能性がありますから、こういう健康食品を食べてるとそれを防げますよっていうふうに出せるわけですよ。でそういうのが今まあ、例えば、DHC とかいろんな、まあ、企業がありますけども、これいわゆる健康食品を売ってる企業が、まあ、そういう企業の多くがですね、そういうのを、まあ、非常に、まあ、熱心に取り組んでおりまして、で中にはこのいわゆる、口の中 この細胞をその送ってくださいと、まあ、いわゆる、簡単にね、口内細胞を送ってください。そうするとあなたの、将来どういう病気になるかを予測しますよっていう、まあ、そういう商売が結構広がっておりまして、でそういう商売に乗ってきた人も乗ってきた場合は本当に健康食品産業の餌食になりますね、もう完全に、まあ、そういうことでですね、なっています。で23&M 社と M 社っていうんです
ですかね、こういうグーグルの神さんが始めた、Google の、創業者の神さんが始めた会社がありまして、ここはまた非常に面白い未来予測っていうんですかね、これを商売にしたところであります。でこれは何かと言いますと、父親と母親、まあ、父親母親じゃなくてもいいです、例えばシングルマザーの方がおられて、まあ、子供を持ちたいとした時に人工授精をしたと。でその場合ですね、まあ、こういう赤ちゃんが欲しいとで言った時に、そういう赤ちゃんを作るにはこういう方の精子がいいですよっていうのを斡旋するのがこの会社だ、まあ、言ってますと、まあ、それから、まあ、例えば父親と、まあ、結婚する相手、ね、を選ぶ時に、この結婚する相手と相手と結婚した場合どういう子供が生まれますかっていう、そういう確率計算をしてくれるわけで、そうするとですね、例えばこの女性とこの男性が結婚して生まれてくる子供はこういう赤ちゃんが生まれますよっていうことを確率計算して商売してるわけで、そうすると、あ、こういう子供は欲しくないなと思うと、その相手と結婚しないとかね、そういう問題が出てくるわけですよね。今度は、まあ、そういうのを、まあ、いわゆるこういうのを、まあ、よく言うんですけど、デザイナーベイビーっていう言い方するんですけど、まあ、デザイナーベイビーの、まあ、走りみたいなもんで、何パーセントでどういう子供が生まれますかよっていうのを示す、まあ、そういう会社です、まあ、こういうふうにですね、こういうのが今まあ、ビッグデータでいろんなことが分かってきて、でここにゲノム医療が加わるとどういう問題が起きるだろうかというのが今日のテーマでありまして、まあ、ゲノムというものがどういうものって、でその、まあ、ゲノム医療、まあ、遺伝子医療とも言うんですけども、まあ、この、話を始める前に、その前に必要なのがいわゆるゲノム解析になるわけです。でゲノムを解析しなければゲノム医療ってできないものですから、でそのゲノム解析として30万人遺伝子バンク計画とか100万人ゲノムコホート研究っていうのがスタートするわけですね。で、まあ、大規模な遺伝子収集計画っていうのがスタートしまして、これが2003年にですね、30万人遺伝子バンク計画っていうのがスタートしました。でこれは30万人もの血液を集めて、その遺伝情報を読み取る国家プロジェクトとして行われたわけですね。で、まあ、これがスタートいたしました。これは東大科学研究所が中心になりまして行ったものなんですけども、まあ、私たちもこれに対して、徹底的に反対しようというので、ね、やったの取り組んだんですけども、まあ、それで、まあ、シンポジウムも作ってるんで、30万人遺伝子バンク計画の計画推進者、一番の中心になってた、名前忘れちゃったんですけど、東大科学研究所の方をお招きして、シンポジウムを持とうとしたら、出席すると言ってたのに当日来なかったという、まあ、そういうことがありまして、本当にまあ、で、まあ、この時にですね、この30万人遺伝子バンク計画がスタートする時に、インフォームドコンセント、どうやって血液を集めるか、まあ、いわゆる遺伝情報を収集するかっていうんで、血液を提供させるためのルール作りというのが、まあ、行う、まあ、患者に次の3つのことを求めているわけですね。無償での提供、それから遺伝子解析などで生じた特許などで得られる経済的利益の放棄、血液を長期間管理し将来の研究にも使用する資源とするという、まあ、考えてみますと、あまりにもひどいインフォームドコンセントで、研究者のためのインフォームドコンセントであるというのは一目瞭然でわかると思うんですね、まあ、こういうことで、で30万人遺伝子バンク計画の次が100万人ゲノムコホート研究というもので、これは2013年に日本学術会議が100万人ゲノムコホート研究を提言いたします。でまあ、ゲノムコホート研究というのは病気や健康に関する遺伝子の大規模な調査というふうに言っていいと思うんですけども、まあ、100万人から、血液を採取して同時に病気や健康に関する情報や家計の情報を収集します、まあ、家計が結構重要なんですね。どういう家計が、まあ、これがですね、病気や肥満などの健康に関わる遺伝子を探したりとか、新たな医薬品や治療法、健康食品などの開発につなげ、まあ、経済効果と結びつけるというのが、まあ一つある、まあ、先ほどの甘利さんのお話ではありませんけど、何しろ金儲けっていうのが基本的なポイントなんですね。何でもそうなんですけど、まあ、そういう
です。これがですね、次の段階 でビッグデータと結びつくと精密ないわゆるゲノムレベルでの依頼予測、いわゆるプロファイリングが可能になるわけですね。でこの100万人ゲノムコート研究に先行して始まったのが東北メディカルバンクというやつなんでありまして、でこれが2012年2月1日に東北メディカルバンクというのがスタートします。でこれはあの、これはもう何度もお話ししてるやつなんですけど、東北大学と岩手医大で、最初は福島医大も入る予定だったんですけど抜けちゃったんですね。あの原発の問題があるということで、ま、独自の調査をしたいということ でこれで宮城県と岩手県の被災者を対象して20人以上20歳以上の地域住民8万人3世帯7万人計15万人を対象に生体資料を採集する、まあ、そういう計画でスタートしました。まあ、この病気や健康に関する遺伝子を探して遺伝子のビジネス化を進めるということで、まあ、この研究には全額震災復興の予算が充てられたわけですね、うん、という、まあ、ひどい話なんですけど、で、まあ、その他の大学もですね、研究機関もゲノム情報収集に乗り出していたんですけども、中でもやっぱり一番まあ何ていうか凄まじいのが九州大学です。で九州大学は福岡県諫山町でずっと取り組んできたものですね。61年から取り組んでて、ほとんどの諫山町の住民の健康情報っていうのはもう九州大学が抑えてしまっている、まあ、そういうですね。で、まあ私の知り合いが諫山町に移転したときに、まあ、これを拒否したらですね、そしたら村八分になっちゃう、完全に、町に住めなくなっちゃう、まあ、そういうことも実は起きました、まあまあ、こういうことが実は、まあ、これに加えてですね、政府による障害管理というのが実は始まってまいりまして、まあ、これはまあ、政府が全面に乗り出してくるわけですけど、まあ、以前はゆりかごから墓場までという、まあそのまあ、ゆりかごから墓場まで政府が管理すると思ってたんですけど、ゲノムという問題が加わりますと家計の管理になって、家計まであのその対象になりますので、未来まで入ってくる、次世代以降まで入ってくるわけですね、まあ、ここがあの政府による管理、これはあのその人個人の一生だけじゃなくなっちゃったっていうのが今の状況かなと思います。で2018年4月25日に厚労省がデータヘルス時代の保守保険情報の利活用に関する検討会を始めまして、まあ、ここで始めるわけですね、まあ、これはあの新聞に載ったやつでありますけども、まあ、こういうふうにまあ厚労省が、まあいわゆる、まあ、生涯にわたっての、まあ、検診情報を一元管理しようと、まあ、これ見ますと、まあ、生涯にわたる健康医療管理ということで、生まれてきてから死亡するまでということで、まあ、生まれてくる時には母子手帳データというのがあるわけですね。で、まあ、学校に検診するときは入学時検診ですとか学校検診情報というのがあるわけです。でそして健康診断で受診しますと、今度は健康診断のデータですとか電子カルテ、今もカルテが電子カルテになってまいります。まあ、本当にあの、自由自在に動き回るっていう、まあ、それからお薬手帳もまたこの、まあ、言ってみますと、まあ、電子化が今図られておりまして、まあ、こういうことで、で年取ってまいりますと要介護認定調査情報ですとか施設入所時調査情報というのが入ってくるわけですね。でこうやってあのいろんな情報がですね、生涯にわたる健康とか医療情報っていうのが、まあ、こうやってつないでいかれていくんですね。で最後は死ぬまでという、でこれにさらにゲノム情報が加わりますと、これが次世代さらに次の世代という家系まで行ってしまうという、まあ、そういう今状況になってます、まあ、ゆりかごから墓場までということで、まあ、今のところは乳幼児から小中学校での検診情報や予防接種などの、まあ、履歴情報を一元管理するということであります、まあ、こういうことが今で、まあ、ライフコースデータっていうのが、まあ後で大あのお話ししますけど、これがあの今その基礎的なデータベースとして集められております。で、ライフでこれはですね、そのためにまず個人情報保護法が改正されました。でこういうふうに情報、まあ、個人のですね情報をですね、まあ、いろいろ集めるにあたって、まあ、個人情報保護法を改正しないと集められないってわけですね。まあ、そういうことがありまして、2013年12月20日にですね、高度情報ネットワーク社会推進戦略本部
いわゆる IT 総合戦略本部、まあ昔安倍じゃないや森首相があの IT のことを IT って言ったんだけど、まあ、有名な話がありますけどもその IT ですね、でこれであの改正が促進されました。でそして2017年5月30日に改正個人情報保護法が施行されまして、個人情報の利用については本人の同意がなくても目的変更ができるとしちゃったわけですね。まあ言ってますとあの今まではまあ目的変更する場合本人 の, あのやっぱり同意が必要だったんですけど、これが必要なくなっちゃったといわれる個人情報を 利用しやすくしようってわけです。で今回これはちょっとレジュメにはないんですけど、個人情報保護法の、再改正の動きが今ありまして、で、これはあのデジタル市場へ向けた動きとして、昨年12月17日に政府のですね、デジタル企業市場競争会議がですね、今あの個人情報改正の再改正を求めております。で、まあ、こういう動きもまた出ているということなんですね。で、あとはあのその他にもいろんなあの法的整理が進められているので、特定秘密保護法とか安全保障関連法とかですね、マイナンバー制度、やっぱりこのマイナンバー制度というのはやっぱ大きいですよね。まあ、これによってやはりあのいろんなものがマイナンバーでつなぐことができるので、あのこれは本当に大きいと思います。そして次世代医療基盤法というのがこの、2017年5月11日に施行されるんですけども、ここであの個人情報を集めやすくするために匿名加工情報という考え方を取ります。いわゆるあの、まあ、個人情報を匿名化すればいいじゃないかと、でそうすればあの情報として扱っていいじゃないかという考え方なんですね。で、まあ、その匿名加工情報という考え方でも個人の情報を集めやすくすると、まあ、ただ匿名加工事業者が加工するということになりまして、で、まあ、いわゆる元々の匿名加工、いわゆる情報というのは個人情報、まあ、名前ですね、名前の情報というのは、まあ、そもそも存在するわけでして、それをこの匿名化して渡すと言ってるんですけど、まあ、ですから匿名加工事業者に関してはその個人の情報を持ってるわけです。で最終的にですよ、最終的にはやはりあの個人の情報が分からなければ意味ないわけです。意味ないわけですから、これはあの匿名加工情報という、まあ、いわゆる考え方、次世代医療基盤法で出された考え方というのは、集めるための、収集のためのですね、ものであって、将来的にはおそらくこの匿名加工、というような考え方は消えるだろうと実は思っています。まあ、すでにそれでアクセスすればやっぱり分かるように今なしなければですね、実は意味ないんですね、この集める意味がないんです。まあ、これで、ゲノム情報がつながるとどうなるかっていう前にライフコースデータっていうのをちょっとお話したいと思うんですけど、このライフコースデータっていうのは京都大学大学医学研究科というところと一般社団法人健康医療教育情報評価推進機構、それから株式会社学校健診情報センターの3社が自治体と連携してるんですこれ、生まれてから終末期を迎えるまでの健康医療情報のデータベース化を今測ってます。でこれがライフコースデータですね。で自治体にはいろんな情報があります。母子保健法に基づく母子保健情報、学校保健安全法に基づく学校健診情報、健康保険制度に基づく医療の診療報酬請求情報、それから介護保険制度に基づく要介護認定情報と、まあ、以下の情報をデータベース化しようというので今やってるんですね。まあ、このビッグデータとしてこれを全体につなげていこうという考え方です。で、まあ、今学校健診情報を一生懸命集めておりまして、で、まあ、子どもたちの健康診断結果9年分ですね、小学校1年から中学3年までの情報提供をですね、今学校に求めておりまして、まあ、そういうの動きがあるわけですね。で、まあ、政府の推進事業、まあ、事業がこれに利用されております。でこの文科省が科学技術イノベーション政策のための科学推進事業としてこれにお金を出しています。それから総務省が地域 ICT 振興型研究開発推進事業としてこれにもお金を出している、いわゆる国が積極的にお金を出してこの事業を行っているということなんですね。まあ、このライフコースデータの登場によってですね、まあ、いわゆる、まあ、これおそらく将来の病気などに関する追跡や予測が予定されておりますし、特定の個人に対して例えばこういう問題があるぞというような個人に対しては生体資料提供が当然求められている。
ことになると思います。まあ、ということですね。まあ、ということで、まあ、考えてみますとですね、今のこのビッグデータ、5G ビッグデータ、そしてまあゲノム情報って、これが、今一体化して進んでいる今の状況の中で、やっぱりあの家計や未来の世代まで管理の対象に今なってきたなっていうのがやっぱり今つくづく感じるところです。まあ、これは もちろん個人の行動や思想まで監視管理の社会になりますし、まあ、これはあの繰り返しますけど、マイナンバー、健康保険証、運転免許証、クレジットカード、キャッシュカードの一体化、それから監視カメラ、顔認証、いわゆる生体認証などが加わりまして、一人一人の行動、思想、心の中まで管理、監視しようという、そういう社会になってきたなって、実は感じております。まあ、そして、まあ、今、ヒトゲノム解析、まあ、それからゲノム編集という時代になってまいりました。でまあ、遺伝子医療というのが今、随分進展してまいりました。で遺伝子医療というのは3つの柱からなってまして、ヒトゲノム解析、まあ、どこにどういう遺伝子があるかというのを解析するわけですね。そうしないと遺伝子診断ができないわけです。まあ、ヒトゲノム解析で、まあ、どういう遺伝子があるかというのを解析して、それを診断することによって遺伝子診断です。でそれによってどういうあの遺伝的なあの病気が起きるかというのが予測されるわけですね。まあ、遺伝子治療、これをどうやって治療するかっていうのが遺伝子治療で、この遺伝子治療として本来はですね、以前は遺伝子治療っていうのはあの基本的にはあのできなかったんです。実はで今まで行われた遺伝子治療っていうのはあの、実はあの基本的にはできないんです。でどうしてかっていうと、遺伝子を治療することができないから。でそれはあの今までの遺伝子治療というのは遺伝子を用いて治療してたんです。変な話ですけど、ですから遺伝子治療といっても遺伝子を治療するわけではなくて、遺伝子を薬として利用するというのが遺伝子治療だった。でもこれがゲノム編集というもん、まあ、あの技術が登場しまして、実に遺伝子を治療できるようになったわけ。基本的に遺伝子を治療することができる、すなわち遺伝子を改造できるようになってきた。まあ、これが今 の遺伝子治療の進展なんですね。それからあの家計管理と遺伝病管理、先ほどありましたけども、あのいわゆる羊水検査、いわゆるあの出生前診断でよく使われ、まあ、あの羊水検査が、例えば簡易の、検査ではあの血液であのいわゆる検査できるようになってきておりますけども、いわゆる簡易、それからあの遺伝子検査、これが遺伝子検査まであの今行われるようになって、でまあ、あなたあの例えば家系でですね、あなたはこういう病気の家系ですよってことが分かると、その生まれてきた赤ちゃんの遺伝子を検査することによって、その病気が起きうるかどうかっていうのが分かるようになってきて、これは遺伝子の検査で、今ゲノム、これによってゲノム管理ができるようになってくるんですね。まあ、で言ってますと、あのこういうふうにあの、羊水検査、血液検査、遺伝子検査、ゲノム管理という形で赤ちゃんの出生に関わることができるようになった。要するに赤ちゃんがどういう赤ちゃんを産んだらいいか、産まない方がいいかというのをですね、まあ、ある意味ではですね、こういう形であのいわゆる検査だったのが、今は検査しなくてもゲノムを管理することによって、あなたの赤ちゃんはこういう病気になりうりますよっていうことが事前に分かるようになってきてしまう、まあ、こういう社会になるんですね。まあ、そこであの一つだけですね、あのちょっとこれもレジュメにないんですけども、このアメリカでの遺伝病管理というところで少しあのお話したいと思うんですけど、あのアメリカの遺伝病管理で、まあ、スタートとなったのがフェニルケトン尿症という病気からスタートするんですけども、あの、どういう問題が起きたか、であの例えば釜状赤血球貧血症、これもやはりあの遺伝病管理の一つの対象になりました。で釜状赤血球貧血症っていうのは、あの赤血球が釜、いわゆるあの三日月のような、まあ、いわゆる釜のような状態になるということで、いわゆる貧血がひどくなる病気なんですけど、でこれはあの実は黒人に多い病気なんですね。でそのためですね、釜状赤血球貧血症があの診断されます、診断されるされないという問題は、実は黒人差別の問題と非常に密接につながってしまった。で、まあ、黒人はこういう病気になるから、あの結婚しない方がいいとかね、でそういうような話が出てきてしまった。
ね。それからテイザックス病というの病気があります。これはですね、実は東欧系のですね、ユダヤ人に多い病気なんです。で、そのためですね、この東欧系のユダヤ人差別の問題につながったと、ね、ポーランドとか、いわゆる東ヨーロッパからたくさん、第二次大戦の時にアメリカに逃れてきた人たち、そういう人たちに対する差別の問題。で、やっぱり一番深刻だったのはハンチントン病なんですね。で、ハンチントン病というのはどういう病気かというと、30代から50代、大体平均して40代ぐらいになるとですね、やはり神経に関わる病気でですね、大変悲惨な死に方をする、もう本当に武闘病というよく言い方するんですけど、最後は踊り狂うようにその亡くなるっていうんで、そういう病気、病名が作られちゃったんです。で、そういう非常に差別的な名前が作られたような病気なんですけど、で、このハンチントン病の方っていうのは、その3、いわゆる発病するまでは健康な状態でずっと過ごすことができるわけ。で、40代、平均して40代ぐらいになって、この、いわゆる発病するわけですね。で、それがですね、アメリカの場合、例えばですね、こういう問題が生じたわけです。で、何かと言いますと、アメリカの場合ご存知のように健康保険というのがいわゆる民営化されているわけです。いわゆる日本のようにいわゆる国民皆保険ではないわけですね。いわゆるですから健康保険に入れるか入れないかっていう時に、実はですね、健康保険会社がその個人に対してハンチントン病かどうかの検査を義務付けているんです。で、そうするとですね、その個人としましては、これ有性遺伝病、いわゆる今は有性って言葉使わないんですけども、一応有性遺伝病なんです。で、そうすると、例えば父親と母親がですね、父親と母親がいまして、で、どちらかがハンチントン病の場合、その子供がなる確率は2分の1なんです。2分の1なんです。ですから自分がですね、その病気、将来40代中頃ですごい悲惨な死に方をするかしないかっていうのが、もし診断で分かれば見えちゃうわけです。自分の死に方、いわゆる悲惨な未来が見えてしまうわけですね。で、その検査を義務付けたんです、その健康保険。ですから当に悩むわけですよ。知りたくないっていう側面があるし、だけど知りたくないっていう側面があると同時に健康保険制度に入らなければ、その方っていうのは要するに治療費がものすごくかかってしまうわけですね、アメリカで。で、そういう問題を提起したのがハンチントン病ですから、こういうふうに遺伝子ゲノムでいろんなことをこの腸内部診断したり、いわゆるゲノムで未来が分かるってことは、実はそういう差別の問題ですとか、そういう個人にですね、そういう選択をですね、迫ることになっていくんです。で、そういう大きな問題を実は持ってるんですね。まあ、こういうことでですね、それからもう一つやはり大きな問題はゲノム編集技術が登場したことなんです。で、ゲノム編集技術が登場しまして、遺伝子を治療できるようになってしまう、いわゆる遺伝子の入れ替えができるようになってしまう、これはやはり大きな問題だと思う。で、そうするとですね、やはり言ってみますと、遺伝的改変、いわゆる個々人の遺伝的改変、引いてはですね、人類の遺伝的改変、あるいは民族の遺伝的改変というのが可能になってまいる。で、これはやはり今まではできなかった。で、今までは優生学といいますと、いわゆるナチスドイツの優生学は有名ですけど、ユダヤ人を虐殺したりとか、障害者とか、弱い人たちを、こういうね、抹殺するというですね、で、そういうことをやったわけです。で、いわゆる今までは抹殺という行為によって優生学を実現しようとしてた。で、このゲノム編集が登場することによって、実はプラスの優生学が可能になってきた。まあ、言ってみると、そのこういう遺伝子を持ってるけど、これをこういういい遺伝子に変えたらいいんじゃないかとかね。で、そういう技術を持ってしまった。で、これはやはり新しい優生学社会への道を切り開いたというふうに言っていいと思います。ちょっと時間オーバーしちゃいましたけれども、ちょっとすいません、駆け足で聞き取りにくかったかもしれませんけども、ゲノムスマ、何でしたっけ、 5G とビッグデータとゲノムということでお話しました。どうもありがとうございました。
簡単な言葉の中身が分からなかった、このような質問がありましたら聞いてしまったことがありますか。前の方にも申し訳ないんですけど、天地先生のなんかちょっと質問する時間がなかったんで、ご説明にあった、生命誕生36億年前という中でですね、自己を必要し次世代に伝える物質っていうふうな定義付けをされていらっしゃいますけども、お聞きしたいのは、 AI っていうのは自己増殖を将来していく可能性っていうのがあるんですか。というのは生命っていうのは、いわゆる生殖活動を通じて、自分の性を次世代に伝えるわけですけども、 AI っていうのはいずれ AI 自身がそんなことを目論むようになるのかどうか、極めてつまんない質問なんですけども、もし教えていただければと思います。よろしくお願いします。はい、わかりました。難しい質問でですね、本当の生命というのは、これはまさにそういう仕組みからみんなできて外れていく話をしたりするんですね。で、AI の方はそういう仕組みとは無関係に、人間が設計してその後学習する。で、学習は増殖ではありませんけど、そのままじゃ何もできないわけですよね。そう、 AI が自分、つまり AI が社会を作るのか、その社会の個々の AI が全体感を持ち、で分業するのか、で今の AI はもちろんそれすることはもちろんできてないんだけども、今後人間がそういう AI を作る、そういうモチベーションというのがメリットがあるのかというとで、AI はだプログラムという形ではある意味では無償であれ有料であれそこら辺に反復されますから、いうコピーすればどこできるわけですよ。だから、ね、AI がそういう自分が自分を作りたいという意図を持つというと、人間の場合はやっぱり子供が欲しいという意図はあるんですね。で、AI の場合はそういう意図を意欲全くないんですね。まあ、簡単に言えば AI は自己増殖はしない、大量に自己と同じの反復することそういうことなんですよ。はい、どうもありがとうございました。どうも、総合討論的な質問人が多いようですので、じゃああと一人も一人だけ。浜松さんの説明の中に出てきた次世代医療基盤法っていう法律、私初耳なんですけど、これなんかバックとした法律の名前なんで、中身はどんな中身なんですか。基本的にご説明した中身です。匿名、いわゆる匿名加工情報、これをどうやっていわゆる広げていくかということで、匿名加工事業者というのをですね、選定してそれに当たらせようという法律なんですよ。それは医療の世界に限定です。そうですね。ですから一応医療の分野でということなんですけど、ただやっぱりこの間ある方にお聞きしたら、匿名加工事業者になり手がまだないらしくてなんかやっぱり匿名加工事業者として立候補する人がことがあんまりないから話が聞きました。まあ、ただその後どうなのかわからないんですけど、一応他の方にも聞いてみたらまだないと言ってましたから、うまくいくかどうかわかりませんけど、一応ですね、そういう考え方で特にライフフォースデータみたいな個人情報を収集する、子どもたちの、ね、情報などを収集する際にはこの次世代の基盤法を使って匿名加工情報で集めようと、そういう動きにはなってます。はい、ありがとうございます。それではこれから休憩に入って、今47人ですから55分に再開をしたいと思います。